これマイク使わないでいいの？あ、確かに。確かにずっと置いてた。そうなんだね。まだ画面が真っ暗。やばい。普段の声量でそのまま生きてる人の気がする。あ。でもラグはあるけど、実はこれ繋がっとったりするんだ。それ怖いんですよね。ただ画面上でまだ動いていないので、多分大丈夫だと思うんですよね。あの30秒のラグは放送時間でなさすがに。よかったよかった。今回も無事配信がつながったと思われます。配信見ていらっしゃる皆さん、こんにちは。こんにちは。そして楽団カワチーの皆さん、はい、手振ってください。はい、楽団カワチーです。皆さんこんにちは。はい、コメントがないのでちょっと不安ですが、もうぜひどんどんバシバシコメント入れちゃってくださいね。コメントお待ちしております。はい、楽団カワチーです。はい、楽団カワチとは、大阪で、月1で活動している吹奏楽団で、もう初心者でしたり、あの演奏経験者ある方、大歓迎の楽団になっています。もちろん、初めましたでしたり、サブ楽器で挑戦したいという方も OK なんですが、学びのある会を目指しておりますので、この楽団カワチを通して、一つでも、学び、吸収するもの、あ、こういう風な演奏するんだとか、他の方こういう風に吹いてるんだ、こんな楽器があるんだみたいな感じで、いろいろと演奏でしたり、そういった交流が深める場として設けさせていただいております。お、ルミルミさんこんにちは。コメントありがとうございます。こんにちは。はい、そんな感じで楽団カワチさせていただいているのですが、楽団カワチが3回でワンクールということになるのですが、今回がその3回目になりました。ザ・ファイナル回です。はい、ありがとうございました。またどこかで復活できると思うのですが、ちょっと一旦ここって書き見ましたね。今回で一旦ファイナルということになりますので、しっかり大盛り上げしてまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、楽団カワチですが、最後のゲスト、最後ゲストを締めていただきますのは、元ペズで、トランペットを吹かれていました大山あたるさんです。大山さん、どうぞ。よっ。まあ、最後っていうか、まあ今回ね、ワンクールの最後ということで、まあ次回またあると思うんで、はい、今日は最後に、ワンクール目の最後にふさわしく楽しくやりたいなと思います。はい、楽しんでください。はい、ありがとうございます。はい、では、今回ですが、曲は2曲準備しておりまして、オーメンズオブラブと、あとはいつも、我らが服部かまきで演奏している姉が作曲しました、The Party Party を送ります。
また岡山では楽団レデマでしたり東京ではガモスイが今後も続いていきますので、もしよければそちらも確認していただきまして、参加できそうでしたら足を運んでいただければすごく嬉しいなと思いますので、ちょっと岡山東京遠いなって方、もしよろしければまた配信でお付き合いいただければと思います。それでは、配信見ていただいている方もスクショ用に、皆さんちょっとポーズ取りましょう。はい、皆さん、配信見ている皆さん、ぜひスクショを取っていただいて SNS でハッシュタグ楽団河内、楽団漢字で河内は平仮名です、楽団河内でぜひ拡散していただければと思います。では皆さん、各々のポーズお願いします。はい、カウントします。19876543210、あっ、0、はい、終了です。はい、はい、ありがとうございました。それでは、楽団河内一旦これで終了になりますが、まだまた今後も活動していくかもしれませんので、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。それでは、配信見ていただきました皆さん、ありがとうございました。それでは配信切ります。バイバーイ、皆さん手振ってください。バイバーイ。前おっさん後ろで行きましょうか。皆さんは大きい楽器を持っているので掲げてください。ここの空間を埋めてください。しっかり楽器バーンと出していただいて、はい、掲げてください。モンハンみたい、勝ち込みに。前二人は寂しいでしょう。大吉さん前来てください。あ、僕はいつもの前。じゃあ俺はこの前。いつもポジション失礼いたします。はい、じゃあもう一人前はね。そうね、もうちょっと縮まった方がいいな。2号はちょっと。はい。では行きますよ。はい、チーズ。あ、もう一枚取りまーす。シャシャシャじゃないんだな。行きますよ。はい、チーズ。オッケーでーす。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、っていうポーズ取らないんですか。はい、この方、取ってきた。いいです。はい、もう気がいいですか。はい。マジか。自撮りバージョン。後で自撮りだけツイッターに載せておきます。